ちゃんを見た。私の名前はゆり。就職してから3年が経つ社会人だ。いろいろと大変なことも多いが、上司や同僚、後輩に恵まれ、それなりに幸せな日々を送っているのだが、どうしたんですかゆり先輩。最近ため息が多いですけど。ああ、つつじちゃん、実はちょっとご近所トラブルというかね。ご近所？うん、ほら、うちって庭が広いでしょ。確かにこの前初めてお邪魔した時もそう感じました。かなりの面積でしたよね。元はおばあさんのお庭だったんですっけ。庭というか家そのものがね。おばあちゃんが亡くなったから管理も兼ねて今は私が住んでるの。あれ？でもゆり先輩って今のお家に住み始めてからかなり経つんじゃないですか？うん、大学の3年ぐらいからだからね。かれこれ経つね。なのに今のタイミングでご近所トラブル？そうなの。実は最近になって引っ越してきた人がいるのよ。そこのお子さん、立花くんっていう小学生ぐらいの男の子がいるんだけどね。その子が友達を連れて庭でキャッチボールしたりするの。無断でですか？そうなのよ。一応保護者の人に苦情を入れたんだけど。はあ？普通子育てというのは地域でやるものですよね。近所の子供を庭で遊ばせるぐらいいいじゃないですか。むしろその程度のことに目くじらを立てる方が非常識ですよ。そんなこと言われたんですか？うん、変だよね。変ですよ。それは完全に保護者の方が間違ってます。だよね。でもそうは言ってもさ、私あまり強い口調で注意できる人間じゃないというか。うん、ゆり先輩温和ですしね。でも分かります、その気持ち。私も同じ立場だったら何も言えないかも。うんうん。で、それからどうしたんですか？しばらく様子を見てたの。下手に行動を起こして波風立てたくないから。そしたら昨日の夕方、仕事で疲れた。さて家庭菜園でもするかな。大きくなったかな。え、畑が何これ。ん？もしかしてあなたたちがやったの？やば、見つかった。わざとじゃねえよ。キャッチボールしてたら玉が入っちまったな。そもそもうちの庭でキャッチボールしちゃダメでしょ。逃げろ。もう少しで収穫時期だったのに。今まではまだ勝手に敷地へ入られるだけで済んでたから許せたんだけど、さすがに実害が出たらね。なるほど、だから今日は特にため息が多かったんですね。ちなみに普段の保護者の方は？跳ねられちゃった。別に売り物でもない野菜なんだし、また育てればいいだろって。え？たかが家庭菜園でしょ。本当にひどいですね。ああ、どうしたらいいのかな。訴訟を起こすとか法で裁いてもらうわよ。はあ？でも大ごとにはしたくないんだよね。保護者の方はもう手遅れだとしても、子供たちの方なら更生させることができるんじゃないですか？更生か。でも具体的にどうしたらいいのかな。例えば相手が仲のいい大人だったら言うことを聞くんじゃないでしょうか。あ、分かった。なるほど、橘くんたちと仲のいい大人に叱ってもらえばいいってことか。でも探すの大変じゃないかな。そんな人材どこにいるの？いえ、逆に考えるんです。ゆり先輩が橘くんたちと仲良くなればいいんですよ。でも一石二鳥じゃないですか。仲良くなれば相手だって嫌なことをしなくなるでしょうし。そうかもだけど、悪化しない？勝手に家の中にまで入り浸りそうな気が。そこは親しき中にも礼儀ありの精神を教えてあげれば大丈夫だと思います。大丈夫かな。でも訴訟なんかより和解の方がいいよね。仲良くなるって言っても具体的にはどうすればいいんだろう。一緒にキャッチボールするとか大丈夫かな。私が。そこはバーベキューですよ。え、バーベキュー？一緒にお肉を囲んで焼けば意外と仲が深まるものですよ。そういうものかな。でも私バーベキューの道具なんて持ってないし、技術だって。そこは任せてください。私の知り合いに技術も道具も持った人がいるので。なるほど。じゃあ今度の土曜日にでも来る？はい、行きます。そんな具合にトントン拍子で話は進んだ。そして当日。はーい、こんにちはゆり先輩。じゃーん、バーベキューの食材いろいろ持ってきましたよ。ありがとう。辻ちゃん一人？知り合いの人たちは？中から来ますよ。なるほど。でもありがとね、わざわざ来てくれて。ですよ。ゆり先輩にはいつもお世話になってますし。でも今更ですけど、今日立花君たちが現れる確証ないですよね。だね。今日バーベキューするって約束したわけでもないし、まあ現れなかったら現れなかったで私たちで楽しもうよ。あの子たちとは後でキャッチボールでもするからさ。それに私バーベキュー初めてでね、実はかなりワクワクしてるんだならよかったです。ちなみに今日って何焼くの？袋の中見ます？うん。お肉に野菜に魚に…ん？あれ？バーベキューってマシュマロ焼かないっけ？それはキャンプファイヤーじゃないですか？そうか。楽しみにしてたんだけど、ちょっと買ってきてもいい？コンビニが結構遠いから少し時間かかるかもだけど。でもしましょうか？いや、後からつつじちゃんの知り合いが来て待ちぼうけさせるのも悪いからうちで待ってて。わかりました。そんなこんなで私は買い出しに行ったのだが、いってらっしゃい。2時間後。しまったな、まさかコンビニにマシュマロがないとは。もっと遠くのスーパーまで行く羽目になっちゃった。一応つつじちゃんに遅れるからもし必要なら先に始めといてって伝えてあるけど。 OK です。ん？家の前に…え？なんだろう？え？パトカー？どういうこと？何か事件があったのかな？もしかしてつつじちゃんの知り合いが急に侵入してきた立花君たちに怒ってトラブルに発展したとか？なんだお前ら！とにかく事情を聞かないと。すみません、この家の者なんですけど何かあったんですか？家主さんですか？いえ、実は近所の方から通報がありまして。通報？ええ、なんでも反社会勢力の人間がこの庭にたむろしてるとか。社会勢力？まさか強盗？だとしたらつつじちゃんが危ない。金を出せ。つつじちゃん無事？つつじちゃん！あ、ゆり先輩おかえりなさい。ああよかった、無事だったんだね。ええ、まあそれでなんか反社会勢力の人たちがどうとかって聞いたんだけど。ああ、すみません、それ多分あの人たちです。え？誰あの人たち？確実に仇ではない雰囲気。私の知り合いですよ。え？なるほど、わかりました。ああ、これはあなたがゆりさんですか？そうですけど。いつも娘がお世話になってます。私、つつじの父の徳佐と言います。お父さんバーベキューがすごく得意なんです。従業員の人たちともたまに家でやってるぐらいで。従業員？はい、あそこにいる人たちがそうです。あの軒並みこわもての人たち？一応町の小さな工場の社長なんですよ、私。あ、よく顔で勘違いされるんですが、合法の工場ですからね。ちくわとか作ってます。へえ、そうなんですか。本当に申し訳ありませんでした、バーベキューのお邪魔をしてしまい。いやー、まあ警察の方はそれが仕事ですからね。それに通報されるのはこれが初めてじゃないですし、まあ慣れたものです。でも多分通報したのはあの人だよね。あ、心当たりが？実はバーベキュー中に立花君たちが来たんです。その時にですね。ん？お前らか。勝手に人様の家に上がり込んで庭を荒らす悪ガキというのはヤクザだ。バカを言うな。それよりつつじから話を聞いてからな、俺はお前らに一つお灸を据えてやらなきゃと思ってたんだ。とりあえずこっちに来い。おい待て。数分後。ちょっと、うちの息子が泣きながら帰ってきたんですが、一体何をしたんですか？あんたが悪ガキの親か。聞けば子育ては地域でやるものらしいな。その考えは賛成だ。だからこそ少ししつけをしてやろうと思ったのさ。甘やかすだけが子育てじゃないからな。まあこっちに来いよ、あんたとも話したいことがあったんだ。なんで逃げるんだあの親子は。たく、まず説教から入ろうとするからだよお父さん。でも一言言ってやらなきゃ気が済まないだろう。その顔で言われる一言は重いんだよ。とまあそんなことがあってすぐに通報があったので、おそらくはあの母親でしょうね。まあ確証はありませんが、でも見ての通りやっていることは合法ですからね。だからお咎めはなしでした。なるほど、つまり早速仲良くなる作戦は失敗ということですね。すみません。あ、いや、まあ結果オーライじゃないかな。今回の一件で多分あの親子も懲りたでしょう。頃はバーベキューを楽しみましょうか。うん、そうだね。マシュマロ。そんなこんなで私たちの作戦は終わった。今回の一件で懲りたのか、立花君たちはうちの庭に入らないようになった。実はうちも聞けばうち以外のご近所さんも似たような被害に遭ってたらしいが、軒並み沈静化したらしい。庭に入ったら顔の怖いおじさんと鉢合わせしたという衝撃体験が結構聞いたようだ。また悪事千里を走るというか、このバーベキューでの一連の流れはいつの間にやらご近所さんの中に広まっていた。あそこの家のと目撃者がいたのだろう。結果として立花君のお母さんはかなり恥をかいたらしく、以来すっかりおとなしくなった。だからまあ当初の予定と違いはあれど、私には平穏がもたらされたということになる。数週間後、今日は仕事も早く終わったし庭いじりでもするかな。ん？今日はあの人いるかな。ほらこそこそと何やってるの？あ、庭の姉ちゃん。いや、この前の畑のこと謝ろうかと思って。畑？実は野菜を返そうと思っててさ、ほら俺たちがダメにしちゃった。そうしなきゃ殺されると思って。殺される？お前ら徳佐さんにかな。でもこういうのって誠意がこもってねえと許してもらえないと思ったからさ、ちょっと家で一から育ててみたんだ。へえ、それはそれはめっちゃ大変だな、家庭菜園。ずっとだ、虫が全然うまい具合にいかねえ。なんか改めてひでえことしたんだな俺たちって思ってさ、だから謝りに来た。野菜はまだできてねえけどこれから返すから、マジですいませんでした。これからは人の庭で勝手に遊ばないこと、それが守れるなら許してあげる。まただからこれからはちゃんと許可を取ってから遊ぶように一言言ってくれれば使っていいからさ。ただし畑は荒らさないでね。あ何泣いてるの、オーバーね。だって安心しちゃって、このままだとあの姉ちゃんがいつかまたうちまで来るんじゃないかって思ってたから。映画のサイコキラーよろしく。え、姉ちゃん？おじさんじゃなくて？この前庭でバーベキューしてた姉ちゃんやばかったよな。俺今でも夢に出てくるもん。あの日警察が帰った後、ねえ辻ちゃん、すみません、今は話しかけないでください。肉の状態を見ているので。うちの娘バーベキュー奉行なんですよ。コンロの前に立つとちょっと人が変わるというか。へえ、お父さん何喋ってるの？ゆり先輩に美味しいの食べてもらわなきゃなんだから、もっと集中して火の様子見ててって言ったよね。うん、すまん。俺子育て間違えたかな。おっさんも怖かったけど姉ちゃんの怖さは質が違ったよな。完全にやるやつの目だったもんな。あれはやばい。立花君たちとバーベキューするときは肉じゃなくてつつじちゃんの様子を見るようにしよっと。ご視聴いただきありがとうございました。子育てというのは地域でやるものだからこそ、無断で人様の敷地に入るのはダメだということを教えないといけないわけですよ。それに万が一トラブルがあった時に子供の身に危険が及ぶ可能性があったらとか考えたりしないんですかね。何にせよ無事に和解できてよかったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。